マック中田チャンネル。今日ね、ちょっとなんかいっぱい並べてみたね。旅の話だね。だいたいね、5年ぐらいね、旅してる。延べ4万キロ。ね、出るとね、3週間から1ヶ月ぐらい。だいたい帰ってこないんで。あ、延べ18ヶ月ぐらい旅してんのかな。5、6年だね。それぐらいで。まあ大体世界遺産行くでしょ。まあ神社仏閣行くでしょ。京都とかね。お城行くじゃん。で、大体神社仏閣お城行って、大体ね、全国回るとね、まあ次どうしようかなと思って、宿場町だな。面白かったら。中山道ね。奈良井宿、馬込宿だったかな。8キロぐらいあるんだよ。で、行ってみたらすごいの。もうね、1キロぐらい、もう、その、何百年前のまんま。何べよく知らないんだけど、400年ぐらい経ってるのかね。知らないな。そのまんま残ってる。まあほら、現代の建物がこう、立っちゃってると、まあちょっとね、面白くないんだけどね。まんま残ってるっていうのは少ないよね。あそこね、ちょっと行く価値あるね。で、行ってみたら、外人さんばっかりで、だいたい日本人はね、ざっと見た感じはね、1割ぐらいしかいなくて、で、お店の人に聞いたら、ああ、ね、外人さん9割ですよ、と。見てるともう、観光バスがどんどん来て、トリップアドバイザーって俺はね、そういうの見てたんだけど、外人さんが見るやつかな。まあ、そうするとね、外人さんのガイドブックにはね、宿場町出てるんだよね。で、日本人はね、あんまりね、知らない。だいたい来てないからね、あんまりね、日本人は。まあ、そんなんで、宿場町を行くでしょ？まあ、だんだん四国行ったり、九州行ったり、北海道行ったり、なんかいろいろぐるぐる回ってくると、まあ、テーマごとに、そうだ、織田信長はどういうふうに行ったかなとかね、豊臣秀吉がどういうふうに行ったかなとかね、こういうなんかね、なんだろうね、大河ドラマみたいな、そういうやつを巡ってったりとか、するわけよ。ね。で、だんだんね、もうテーマもいろいろこうやってくるんだな。そうするとね、面白いのはね、宇宙人痕跡の旅。いや、日本ね、宇宙人痕跡の旅面白いよ。まあ、東北から行けばカッパ？これカッパってね、あんなのいるわけねえじゃんと思うけど、あれね、爬虫類の宇宙人なんだね。実際検索すると出てくる。爬虫類宇宙人、カッパ。ぜひね、興味のある人は調べてみて。でね、やっぱり一番面白いのはね、奈良だね。飛鳥村。ここはね、すごい。そこにね、坂船石っていう石があって、巨石なんだけど、まあ結構でかい石なんだけど、坂船石は、上にね、ちょっと掘り物があるんだけど、かなり昔としては精密なね、丸とストレートのでできてる、まあ上下で引いたみたいな、こう、溝があるんだけど。まあ、これがね、宇宙から見た地球の地図なんだな。まあ、それをね、調べてる人が結構いて、中でも、面白いのは林博さんだったかな。面白い。これはね、もう宇宙から地球を見ないと絶対わからない。で、まあ、距離。まあ、日本の、奈良、飛鳥村から、エジプトとかね。イラクの、なんだね、文明とか、マヤ文明とか、いろんなこう文明が、巨石文明とかあるでしょ？世界の有名な。で、ああいうところへの距離と角度、全部ね、精密にね、合ってるんだね。だこれはね、もう宇宙に出ないと絶対見れない。酒の船の石、坂船石。これを見たらね、ここ行きたくなって行っちゃった。で、奈良はね、不思議なんだよね。ヤマトってどこにあるか知ってる？いや、意外と知らないんだよ。ヤマト。飛鳥村。だから奈良の飛鳥村ってのは昔はね、ヤマトっていう。ヤマトの国だよ。で、日本の文明が一番こう古い時代にこうできた。でね、すぐ近くにはね、法隆寺がある。これすごい。木造建築で世界一古い。すごくない？
木造建築で世界一古い、建物は奈良法隆寺、1300年だったかな。そこにね、宇宙人像があるんだよ。法隆寺宇宙人像、これね検索してみた、あ、面白いから検索してみると、爬虫類系の宇宙人が出てくる。でね、3体あるんだよね。これがね、あのイラクだとか、エジプトだとか世界中にある遺産で、爬虫類系の宇宙人って言われてる像があって、まあ、当時ね何千年も前でしょ、まあ、4000年とかそういう時代に交流がなかったのに全く同じ壁画がね世界中にある。で、日本は法隆寺があるんだね。まあ、多分ね、カッパはね、だからそれの、爬虫類系の宇宙人なんだな。俺はそう思ってる。で、調べると実際にそうだと思ってる、調べてる学者さんがいる。うん。すごいでしょ。で、法隆寺ね、行ったんだけど、お坊さんにね、すいません、宇宙人像があるっていうふうに言われてるんですけど、ご存知でしょうか。ああ、なんかそうらしいね。で、写真見して、すいません、この像なんですけど、どこにありますかって聞いたら、ああ、そこにあるよ。あのね、五重の塔の1階。でね、よく見えないんだけど、公開してないからね。まぁ、ちょっとちらっと見れば出る。まぁ、インターネット上にはね、写真とか結構あるので、まぁ、ちょっと細かな図の像の中に、確か3体ある。爬虫類像か。それが、五重の塔の、まあ、一番重要なところが1階でしょ。で、一番重要なところにある像が爬虫類宇宙人像なんだよ。あと仏様の、たくさんの仏様がいる中に爬虫類像が3体ある。おかしくない？で、聞いたんだけど、これが宇宙人像だって言われてるんだけど、どうなんでしょうねって言ったら、うん、そうかもしれませんねと。お坊さん全然否定しなかった。で、奈良ってのはそういう場所なんですよっていう答えも返ってきて、先ほど言ったね、飛鳥村にね、博物館があるんだけど、博物館の説明員っていうのはね、こう4人ぐらいいたんだね。で、そこのテーブル通りかかった時に、今坂船石とか見てきたんだけど、なんか奈良ってなんかすごい面白い宇宙人の痕跡がすごいたくさんある。ちょっと巨石があってね、他もね、亀石、ちょっと忘れちゃったな。亀のね、形した石とかね、まあいろんな精密に切られてる石とか、結構巨石があるのよ。で、なんか宇宙人痕跡の旅してるんだけど、ここら辺って変わったそういう石ありますよねって言ったら、あ、ありますね。飛鳥村っていうのはそういう場所なんですよ。全然否定しない。博物館の人がね。博物館の人と、あとね、なんかボランティアかな。そういう飛鳥村の文明を説明する人たちの認識が、そんな感じ。そう、不思議なことがあるんですよ。まあ、そういうね。これは飛鳥村。で、面白いのはね、奈良と世界の遺跡の間に、日本のもう一つね、宇宙人痕跡の場所がある。屋久島にはこんなでかい巨石、まあちょっと 手で言っちゃう、これぐらいでかい、こういう巨石があって、人間こんなちっちゃい、ものすごいでかい。これがね、スパッとこうね、輪切りになってる。当時ね、そんな巨石ね、こんなね、包丁で切ったみたいに輪切り絶対できないんだよね。でね、なんかね、この端っこの2個が隣の山の石と交換されてる。もう絶対無理。もうこんな巨石を山の向こうに運ぶなんてことはもう絶対できないんだよね。まあだから、それが宇宙人の痕跡って言われてるのは、世界の遺跡と、奈良飛鳥村との地図が、やりとりがあって、あっちとこっちに書いてあるんだな。これ不思議でしょ？まあ、日本はね、だからそういうの見ていくと、まあ大きくはね、そういう、宇宙人痕跡の旅をすれば。結構ある。これ面白いよね。だね、いろんなテーマを持って旅すると面白いよ。日本に一周した俺が言う。日本中旅しててね、まあ絶景っていうところはいっぱいこうあるんだけど、
まあ個人的感想だけどね、日本一周してて、まあ、どこが一番感激したか、瀬戸内海だね。しまなみ海道、これすごい。広島尾道だったかな、尾道からね50キロ60キロぐらいね今治の方に、抜けていく橋がある。まあ、これがね、あの結構ね小さな島々を、こう巡っていくんだな。もうなんかね飛行機でなんか島々を飛んでるかのような感じ。まあ、できればねあそこねサイクリング車とかでゆっくりね50キロ走ったんよ。50キロ60キロぐらいあるのかな。うん、あそこはねもう本当綺麗。まあ、俺一人旅だからね、あのちょうどね夕暮れ時にちょうど通って島の途中の道の駅みたいなとこ行ったんだけど、わあ綺麗っつって、あ日没瀬戸内海の日没綺麗ってこう見てたら、あたり見たら、あ全部カップルなのよ。俺男一人俺だけ。うん。まあでもね美しい。ものすごい綺麗。瀬戸内海を見たら、まあ、ここね世界一じゃないかな。これはねうちの兄貴のやつだな。世界中旅してる兄貴がね、まあどこってねどこでもね全部行ってみたけど、まあ、世界一はしまなみ海道じゃないか。これはね俺も同意見。しまなみ海道できるんだったらサイクリングで行ったら最高だよ。ね旅してるとね地名って結構おかしいよね。まあ群馬もね浜尻とかね、まあお尻って書くんだけど、まあ尻のつくね地名いっぱいあるよ。ちょっと今すぐ出てこないけどもういっぱいある。何々尻とかね。まあその中でもねおかしかったのはね、ちょっと覚えてないな。なんだろう、名古屋から琵琶湖の方に抜ける途中だったか。尻毛って書く、お尻の毛だ。そこね、あの町の名前がね尻毛だからね。まあ正確にはね湿気なんだけどね。尻毛って書くのよ。俺知らないから尻毛。じゃあこの地元のスーパーってスーパー尻毛とかあるのかな。ある、スーパー尻毛って書いてある。あとね脱毛サロン尻毛、脱毛サロン尻毛だよ。まあ多分だから塾とかなんだろう、まあいろんなお店がこう地名なんだからね、何々尻毛店と。尻毛店のやつするとあれだよね、なんだっけ、ダスキン玉店みたいなね、ダスキン何々店、ダスキン何々店ってあるから、多摩市とか多摩区にある、ダスキンは何つうんだろうと思って調べたらダスキン玉店って書いてあるもん ね。 だからね地名はね結構ね日本旅してる結構おかしいのあるよね。あ、北海道ではね増毛って書いてある。なんて読むんだろうな、マシケだ、マシケ、駅の名前でマシケで、入場券が人気で、多分あれじゃ、あれだろうね、ちょっと育毛してるような人にあげんのかな。もらっても困るよね、マシケの入場券ね。増毛って書くんだけど、増毛の入場券もらっても嬉しくないよな。うん、そういうね、おかしな面白い地名を、尋ね歩くっていう旅も面白いだろうね。俺の場合はね、たまたま通りかかったりとか、あ、この辺にね、マシケあるなとかね、まあそういう感じなんだけど、まあそういう地名を、旅してみるのも面白いんじゃない？まあね、もう日本に周した、俺が言います。4万キロ、18ヶ月。で、俺のね、旅のスタイルは、高速道路を使わない。まあ時間がたっぷりあるからね。だから高速道路に使うと面白くない。もうね、あとね、4車線道路は絶対、まあなるべく使わない。あ、もう4車線道路はね、もうヤマダ電機があって、ユニクロがあって、島村があってっていう、もうこういう絵は日本全国一緒。だから4車線道路はね、なるべく通らない。まあ高速道路通らないでしょ？ 4 車線道路通らない。まあどうしてるかっていうと、旧道の旅。これ面白いよね。だ例えば神戸から、九州までなんて1000キロぐらいあるんじゃないかな。で海岸線とかね通ってない、人が走ってないんだよな。人じゃねえ、車がガラガラ、あんま走ってない。で大体ね、国道1国1国2国3国とか高速道路って大体内陸、海から5キロぐらいのところに走ってるから、海岸線はね意外とねいないんだよね。だすごい綺麗だよ。
なんだ、瀬戸内海の島々を本当見ながら、でだんだんこう牡蠣の養殖場とかね、あとあの漁師飯が食えるね、漁師の、まあ、専用ってわけじゃないけど漁師さんが好んで食べる食堂があって、まあ、たまたま寄ったんだけど、普通わっぱって、まあ、こんなもんなんだけどちょっとでかいのよ。で、結構ご飯ももらえてて、ここだから器がでかいから、海鮮丼なんて言うんだけど、もうすごい。しかも海鮮丼は普通乗っかってるあのマグロとかエビとかそういうだけじゃなくて、まあ、なんかのどぐろとか貝が珍しい貝がこう乗っかってたり、あとあのなんだタイとかね、なんか高級魚が普通に乗っかってる、いや俺ね結構ね親切されたな、なんか旅してますなんていう感じで、なんか1日ね300キロぐらい、下道だからね高速使わないんで、だいたいね300キロぐらいしか移動できないね。で気に入るとね、そこ気に入ったとこでゆっくりしちゃうんで、で旅してると、あんたあれかいって言って、旅してるんだってやんつって、あれ海鮮丼ねこれ高いからまかない食うなんて言われて、え、ま、いいんですかまかないって言って、だからもうなんか観光客とか来ると千何百円とかすごい高いでしょ海鮮丼ってね、え、まかないくれるんですかっつって、そしたら全然変わらないのよ、1500円するような海鮮丼と全然変わらない、え、これいくらなんですかって言ったら、これね700円みたいなさこれ言っていいんかな、気に入られたんだよね多分ね。でまかないってね、何って何が違って、大体刺身ってこう食べやすいし、こう四角くなってるでしょ、これがねこう三角だったり、まあ切り落としだから形が悪いんだよね、もうそれだけだけど、もう本当にいっぱい乗っかってて、だからまかない飯そういうの食べさせてもらったりとかね、旅は面白いよね、下道の旅、旧道の旅だな、高速4車線道路を通らない旧道の旅、まあ、ちょっとね若い人は無理だと思うけどね、将来ね引退したりだとかね、退職したりだとか、そういう時のために夢として持ってていいと思うよ。意外とね俺の年代で時間があるからといってみんな高速道路使ってる。で高速道路ってね1時間ね2000、3000で時間を買うんだな。だからそんなね急いで行ったからといって面白くないよ旅はね。まあ、昔の100年150年ぐらい前の歩くような旅が面白い。ここで富士山が見えるなんていうよりは、知らんけどこの山の角曲がったらものすごいここで富士山が綺麗に見えてきたとかっていうのは感激するね。あまりね知っちゃうとね旅はね面白くないんだな。まあ情報はね適当でいいんだけど、あんまり入れすぎない。でやっぱりこう昔の人がもう歩いてもうその角を曲がったらすごかったとか、もうものすごい絶景が広がってるとか、まあこういうのが面白くて、あんまりねここを過ぎると何って知りすぎてても面白くないな。うん、俺の旅はね面白い。また聞いて。